瞬で冷えますね手が。さあじゃあやります。超過皆さんこんにちは。お寒ございますね。そうですね。今日はところどころ雪がちらついたという情報を伺っておりますけれども、戸塚で雪を確認した方はいらっしゃいますでしょうか。挙手×まだ降っていない。え、降ってた、降ってない、嘘。あ、自分のお名前、はい、そういうことじゃない、はい、空から降ってくる雪でございますね。はい、ということでですね、これからもっと冷え込んでいくかなと思いますが、熱いハートで歌っていきたいと思います。空人奈々子と言います。よろしくお願いします。さあ寒いと思うけどタオルを回してほしいんだな。私引くから お任せします。1個でいいです。はい、ちょっと久しぶりに歌うかも。外で歌うの久しぶりなんですけど、私ですね、福島県小野町というところの観光大使をやらせていただいておりましてですね、この間もですね、冬はミネラル野菜っていうのがあるんですけども、チヂミほうれん草を食べてめっちゃ美味しかったんですけども、はい、そのチヂミほうれん草は歌詞の中には一切出てこないんですが、すいません入れなかった、はちょっと難しくて入んなかったんだけど、はい、ミネラル野菜の歌がございます。その曲をやろうかなと思って、サビになったらラーララ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 ラ、はいでございます。あったかくなってきた、ほら大丈夫。では音符を撒き散らしてください。無理かな。ではエソラビト1曲目、ミラクルミネラル、ミネラル野菜の歌。
曲だった感じがしました。はい、ありがとうございます。ということで改めまして、戸塚にお越しの皆さん、こんにちは。こんばんはって言いそうになりました。はい、こんばんはまだ早い。こんにちはでございます。はい、ピアノ弾き語り、たまに弾き語らないシンガーソングライター、福島県小野町観光大使とかもやっておりますエスラビトの奈々子と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとね、寒いけど大丈夫。ちょっと暖かく、ね、日が当たるとだいぶこう体感温度というのが、ね、違う感じがしますけども、大寒波が今日本中にいるということで、わかんない、表現は合ってるかわかんないですけども、はい、本当に寒い中ね、今日は、ありがとうございます。お昼頃からですかね、このフェスカフェ、ディストルフェスカフェというイベントをやっているんですが、私は今日は鳥ということで、鳥久しぶりかなと思うんですけども、はい、しっかりと元気よくやっていこうかなと思っております。ちなみにこのディストルフェスカフェっていうのはね、もうだいぶ長くやっておりまして、今回が57回目ということなんですね。はい、すごいですね。そうやって言うと反対からね、言うとね、77個ってことで、はい、はい、なんかちょっと今日特別かなって勝手に、はい、なわけでね、はい、別に全然私上手くないのにみんな優しいね、ありがとう。はい、そんなわけですよ、今年初の、こういった野外イベント初、私初でございます。ライブはね、元日から私ライブしてたんですけども、その後ですね、私ちょっと風邪ひいて本当に寝正月になってしまったんですね。なのでこんなこう、なんだろう、昼間歌うのすごい久しぶりだなと思ってですね、なんかやっぱりやっと今年が始まったなという感じもするんですけども、はい、楽しく今年もやってまいろうと思っておりますので、ぜひ皆さんも楽しく応援していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、2曲目は皆様には急にいきなりこの曲を初めて聞く人は、いや、いきなりこれは難しいよっていうやつをやってほしいんですね。シュビドドッドルーラーティアティアティアルーラシュビドドッドルーラーティアティアラ、できる？できるよね、みんなだって音楽好きだから、ここ今止まってんだもんね。あんまりちょっと返事がないけど大丈夫。シュビドドッドルーラーティアティアティアルーラシュビドドッドルーラーティアティアラ、皆さんもシュビドドッドルーラーティアティアティアルーラシュビドパッパッドゥラティアティアラ、皆さんだけでシュビドパッパッドゥラティアティアティアルラシュビドパッパッドゥラティアティアラ、まあ、大丈夫ですね。はいはい、なんかね、自分がトランペットみたいになった気分でやるとね、いいらしいです。これ難しいからさ、高いし。なわけで今年もいろいろルートから外れちゃうと思います。キモくないですか今の言い方。というわけで2曲目はルート外れました。全然セクシーじゃねえんだけど。ワン、ツー、スリー、フォー。シュビドポッポッドゥラティアティアティアドゥラシュビドポッポッドゥラティアティアラ、もう一回。シュビドポッポッドゥラティアティアティアドゥラシュビドポッポッドゥラティアティアラ、目的地まで最短距離、ひたすら進むだけ。あなたには似合わない、あなたには無理だ、バラが
ルートから外れましたか？はい、毎日でございますか？はい、でもですね、やっぱね、ルートから外れてみないとね、わからないことって あるなって私も思っていてですね、やっぱこうレールにね沿ってね、こうしっかりと歩んでいくことも とても大事ですし、外れっぱなしはやっぱ良くないと思うんですね。はい、やっぱりこう人としては外れてはいけないとは思うんですけれども、まあ、でもですね、たまには冒険して、いつもあったらね、こっちのアイスを食べるんだけど今日はちょっと、まあ、ちょっとそんなに好きじゃないけど、これ食べてみたらもしかすると好きかもしれないっていうね、やっぱりこういろんなものがそれだけでもですね、世界が広がるというか、そういうことってあるんじゃないかなと思っておりますので、皆さん2017年進んでですね、ルートから外れていただけたらと、いい意味でね、はい、ダメだよ、人としては外れちゃうんですよ、はい、人としていろいろ守っていく中で範囲内で外れてください、はい、ということでですね、はい、そんなわけですね、次の曲で私のワンステージ目最後の曲になります。元気よね、なんか暖かく なってますね。私は寒いんですけど当たってないからまあでも良かったです。このままですね、まだまだあとなんか二回し目に入りますからね、同じぐらいの時間寒い思いをして、はい、皆さんも風邪ひかないように、インフルエンザとかノロウイルスとかも流行ってますので、暖を取りながらね、水分取りながら、ぜひね、なんか冬でもなんだっけ脱水になるんですよって所ジョージさんが CM してますよね、してましたね、はい、ちょっとよくどうしてなるかはちょっとまでは分かんないですけど、ちゃんと水分取りながらですね、乾燥してますから、はい、やってください。でですね、今日から私発売のチケットがございます、はい、そちら物販コーナーとなってるんですけども、本日私の前にごめんね飲んでる時にごめんなさい、私の前に演奏してくれた、八木愛介さん、はい、シンガーソングライター八木愛介さんです。はい、私杉田の方で活動してるんですけども、歌ったり音響さんやってくれたりとか、はい、何でもまあんですけども、いろいろそうジブリの作品の CD 出してたりとか、公式で出してたりとかですね、素晴らしい方なんですけども、プラスですね、もう大好きなシンガーソングライター山田拓文さん、明日にワンマンライブありますけども、の3組でですね、なんと、3分の2は男子なんですけども、なんて名前だっけ、ガーリーなんだっけ、春満開ガーリーナイトみたいな感じのイベントをやります。3月25日、平塚カナフにて、スリーマンライブやります。はい、で女子対決っていうのがあってもう女一人なんですけども、はい、女子力が高い2人をお呼びしたので、はい、私が負けるかもしれないんですけども、私も一応女としてのプライドがありますから、負けないように頑張りたいと思いますので、はい、ぜひよかったら本日から3月25日のチケット発売開始しております。全体で限定40席なので、お早めにお買い求めいただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。そしてもう一個言わせてください。2月の4日にですね、私、杉田の方でね、毎週水曜日歌ってるんですけども、そこには杉田劇場っていうねところがあるんです。300人ぐらい入るんですけども、そちらで、の夜ライブさせていただくことになりました。はい、急に決まるっていうね、はい、2月4日なんですけども、なんとワンコインで見ていただけます。はい、夜8時から9時なんですけども、特にチケットはございません。入場料が、その入るときにかかるんですけども、去年やっていた、カローラプ
ロジェクトという東北支援の活動の報告会&ミニライブということで、ぜひね、その入場料もですね、今年の、宮城県の戸倉小学校の卒業式の、プレゼント代にさせていただきますので、500円なのでよかったらお友達を誘い合わせの上遊びに来ていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。喋りすぎたので歌を、最後の曲はですね、そんな戸倉小学校の子どもたちと一緒に歌っている皆様がハイタッチして周りの皆さんと仲良くなれる曲でございます。よかったら途中でハイタッチ出てきますので、お近くの方と恥ずかしがらずにハイタッチしてみてください。ではエソラビト、このステージ最後の曲になります、キラキラ光る。
マジ寒い。ありがとうございます。皆さん4度だそうですけども、こんなにたくさんの方が1度ぐらい上がるかな、いっぱいいるからありがとうございます。では、一応このイベントでは、ね、この後合同ステージがありますけども、本編鳥でございます。エスラビトの奈々子と言います。よろしくお願いします。さあ皆さん温まっていきましょう。ちょっと今日はねちょっとね温まった方がいいということで、タオルをね2個もしくはこうやって持つ、もしくは拳でも結構でございます。あ、風が冷たい。でも皆様には風を巻き起こしていただく形になりますけれども、はい、ぜひちょっと熱を発して、はい、熱を発して温風が、はい、温風、ここあったかいけどなんだろうってみんなこう当たる、あの道行く人がこう当たりに来る感じの熱気でよろしいでしょうか。はい、頑張れば、本気出せばね。そんなわけで、私レディオショーなんて藤沢のラジオ局パーソナリティをやっております。開局20周年を去年、迎えまして、オムニバス CD を作りました。その中に入っている君に届けというねラブソングをお送りしたいと思います。では最初は使わないよ、デビューしからいきます。ではエサビトで君に届け。ノリノリだ。ラジオから流れ出すメッセージ、僕の恋は動き出したね。手痛いけど頑張って。します決め託した気持ち読まれるかな、時計の針は約束の時間を指した。両方は片方は君の右耳、運命はどっち選ぶ。いきますよ。ラジオから伝えるよ君。
今日風吹いてるからね、はい、大丈夫でしょうか。寒い中ありがとうございます。スライド女の子と言います。どうぞよろしくお願いします。いや寒いですね、はあはあ、大丈夫ですか。いやだってさ、さっき話してたんですけどさ、あの辺雪雲だねって話してたんですけど、なんかちょっと雪雲が全体的にかかってきた感じがするので、これ降りますね。ねえ、まあ雪はいいんですけど、外にいるとき降られると大変かなと思っておりますけれども、まあこんな寒い中、立ち止まって聞いていただき本当にありがとうございます。皆様のねご期待に、ご期待に添えるように熱いハートで今日これでいく、熱いハートで歌っていこうかなと思っておりますので、最後まで辛い、頑張って最後までどうぞよろしくお願いします。次なんだっけ、あ、次はですね、皆さんも寒いじゃないですか。私声出してるじゃん。だからね、声出すとほら体内から何かを出してるから、体内から何かを出してるって言うとなんかちょっと違う感じ、なんか内臓を出してるみたいな感じですけど、そうそう、だから まださあったかいの喋ってるから。でもみんな喋ってないとさ、ね、ヤジとかはあるかもしれないけど、ね、やっぱこう寒くなっちゃうと思うの。だから皆さんにもこの寒い中一緒に歌っていただこうかなと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、もう動かない口が。はい、じゃあやるよ。私が、あ、コール&レスポンスの曲なんですけど、今すぐ今すぐ会いたい会いたい、この気持ちこの気持ち伝えたい伝えたいです。元気よくいきましょうね。大丈夫、みんなシーシー言ってるけど、シーシー声が聞こえるけど大丈夫かしら。シー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 言わないように。なんで寒くなるとシーって言うんですかね。みたいなね。はい、やるよ。よろしいでしょうか。では、運命の人という曲があるんですけれども、よかったら、さっきねやってたみたいにコール&レスポンスの曲なので、コール&レスポンスか、逆でした、レスポンスの曲なので、ぜひ私の後に続いて歌っていただけたらと思います。ではエソラビト2曲目にございます。エソラビト2曲目になります。運命の人。地球の中身をわからないってテレビとコメンテーター得意げに話す、まだ知らない未知の世界、
ねえ、そう、お風呂には入り行ったら多分湯冷めするからお家で入った方がいい基地かと思いますが、そんなわけで次の曲で最後になります。本当に心の中ではあやっと終わるよ、お風呂入りたいよって思ってる人が3割ぐらいいるんじゃないかなと思ってるんだけど、はい、そのわけですね。でも3割でもね、7割と思ってたらもう大成功です、ございますよ、はい、そのだけでちょっとその前にお知らせさせてください。今日物販あちらになってます、はい、そう、ありがとう。あそ こう L じゃない U、 まあいいや、まあいいな、そこにあります、そこにそれぞれのアーティストの物販がありますので、私もありますので、よかったら終わった後ね立ち寄っていただけたらと思っております。そして私は今日から3月25日の、ライブのチケット、平塚かなふにてスリーマンライブ、今日出演してくれた八木愛介さん、そして、山田隆文さん、今日出演してないけどねとのスリーマンライブ、3分の1が、じゃあ3分の2が、女子じゃない、3分の1が私が女なんですけど、あとは男子なんですけども、なぜか女子力対決をするという、ちょっとゲームというか、対決もあるちょっと素敵なって自分で言っちゃうけどライブとなってますので、よかったらね今日チケット持ってきてますので行きますと言っていただけたら、もうあとはお金を払うだけでございます、はい、よろしくお願いします。あとですね、2月4日に、杉田劇場のホールで、まあ、ミニライブはミニライブなんですけども、報告会&ミニライブがございます。こちら500円で、当日来ていただければ500円払って入場することができます。こちらの利益で、宮城県の戸倉小学校の卒業式にプレゼントをね、買わせていただきますので、よかったら、お誘い合わせの上遊びに来てもらえたらと思います、くらいかな。そう、あとバースデー、私2月11日バースデーライブなんですけど、皆さんのおかげでもうすごい1ヶ月弱で完売しました、ありがとうございます。早かった今回、はい、初めて来る方はちょっと引かないでください、ちょっと変な感じのライブになってます、劇とかやったりとかね、はい、やったりするんですけども、その日にまた CD も発売しますので、買ってくれた方はぜひその会場で手に取っていただき、そうではない方はまたねこういったイベント等で、ね、手に取っていただけたらと思ってます。今回ねすっごい頑張って、いつも頑張るんですけども、今回結構いろいろ思い悩みいろいろ書いたので、はい、ちょっとまた空人の違う部分が見れるんじゃないかなと思ってますので、ね、お楽しみにしていてください。さあ、はい、ちょっとね曲迷ったんですけども、今日ねやっぱ寒いから、もうドバラードが聴きたい人は勝ってます、ドバラードが聴きたい人は箱ライブかもしくは路上ライブに来ていただけたらと思っております。路上の方が寒いけどね。ということで今日はせっかくなので皆さんとやっぱ温まってね終わろうかと噛んでます、終わろうかと思います。あいうえおかきくけこ、さあここからもう一度リスタートしようかなと思いますので、皆さんと温まる曲で終わりましょうね、はい、バラード聴きたい人ごめんね。さあ分けます、だいたいこっからこっち側の人一番のサビで、こう、そうそうそう、ありがとうございます、はい、こうやってねお掃除、これ2番、こっち2番だから、2番の人サビ、2番の人じゃない、こっちの人、2番の人、3番はお任せします、周りを見て足りない方をいい感じで。ではちょっとね、世の中いろんなことありますけども、こういったまあ楽しいイベント来ていただいて、仲間と会って喋ったりとか歌聞いてるうちに、よし明日も仕事頑張るかという、明日休みの人多いかもしれないけども、そんな曲となっております。最後の曲になります、リスタート、ワンツースリーフォー、
広志がなくなると音的に寂しいね。その辺はバランスをかけてやってください。暇な人は物販良かったら立ち寄ってみてください。ありがとうございます。